アブデルラーマンエル・バシャは、アラブ系レバロン人のピアニスト、作曲家。日本語では、アブデルラ・ハマンエル・バシャとも表記され、ラテン文字でも、アブドゥルラフマンニエル・バシャやアブドゥルラクマンエル・バシャなどの表記がある。ベールーと似て、芸術家の家庭に生まれる。母親は、民謡歌手、父親は、西洋音楽にも、造形の深いポピュラー音楽の作曲家。おじは有名な画家であるという。 1967年に、ツバルトサルキシアンにピアノを指示。10歳で、クラウディオ・アラウに将来を職望され、1974年より、フランスやソ連、イギリスの各国政府より、奨学金を授与するとの申告を受ける。少年時代よりフランス語学校に通って、フランス文化に親近感があったことから、パリ音楽院に入学、ピアノ科の他に、 ピエール参観の作曲家にも学び、ピアノ、室内楽、家政法、大法の4課で主席を取った。1978年6月に、ブリュッセル国際、エリザベトヒコンクールにおいて、世界のヒのキ舞台に登場し、19歳にして、全会一致で優勝、聴衆賞も授与された。しかし、すぐに演奏活動には着手せず、数年間を費やして、 さらなる研鑽を積み重ね、レパートリーを広げることに没頭した。その後は、ザルツブルクモーツァルテウムや、パリシャンゼリゼ劇場でのリサイタルや、ベルリンフィルハーモニー管弦楽団や、アムステルダムコンセルトヘボー還元楽団との共演を、皮切りに、ヨーロッパ各地やロシア、日本、中東、米国、中南米で演奏旅行を行っている。世界各地の主要なオーケストラに客演し、 これまでにベルリンフィルハーモニー還元楽団やロイヤルフィルハーモニー還元楽団、パリ還元楽団、NHK 交響楽団、スイスロマンド還元楽団などと共演。日本では非常にフットワークの軽い人物でスタジオルンデや地方の小ーホールの招聘にもすぐ応じるため音楽事務所よりも聴衆の支持を受けてきた存在である。レパートリーは幅広く。 約60のピアノ競争曲のほか、バッハ、モーツァルト、ベートーベン、シューベルト、シューマン、ショパン、ラフマニノフ、シェンベルク、ラベル、ウェーベルン、プロコフィエフ、ビシャーラ・ライル・コーリーなど。1983年にホルラーヌ・レーベルで、プロコフィエフの初期作品を録音。これにより、シャルルクロアカデミー大賞を獲得。受賞式では、 プロコフィエフ未亡人が賞を手渡した。この他に、同レーベルには、バッハやラベルの競争曲のほかシューマン、ラベル、シューベルトの作品集、ベートーベンのピアノソナタ全曲を録音する。エヴァ・ポドレスとの共演によるショパンの歌曲集の録音は、ディスクリリック・アカデミーより、ジェラルド・ムーア賞を授与された。ショパンのピアノ曲を、作曲年代順に全曲録音している。 2002年3月には、なんとで、6日間で16回の連続リサイタルを行い、ショパンの独奏曲すべてをアンプで演奏。この企画は、翌2003年7月のロックダウン音楽祭や、同年ポルトガルでのシントラ音楽祭、アビニョンでの15回連続リサイタルにおいても行われた。指揮者、シュテファン・ザンデルリングとブルターニュ管弦楽団と共演して、 ショパンのピアノとオーケストラのための作品全集を録音し、2枚組の CD として発売された。2004年9月に、王の和志の指揮と、ベルギーモネ科劇場管弦楽団との共演により、ブルッセルでプロコフィエフのピアノ競奏曲を全曲録音した。現在はトリトニエ、バッハの平均率を録音し、華麗な難曲は手がけなくなったものの、活動は継続している。 フランス文化賞とレバノン大統領から叙勲された。フランスのラベルの聖火近くに長年にわたって居住後、2012年、現在はスイス在住である。未成年の頃からフランス滞在を続けているため、レバノンとフランスの両方の国籍を持っている。ありがとうございます。